なたと行った展覧会で初めて見たセザンヌの絵の数々、その淡い彩りの中にあなたの優しさを見つけた。あなたが偉い画家になる日を夢見ていたあの頃の私たちは、貧しくも温かく生きて、素敵な恋人と言われた。いつもいつも二人は窓に腰を下ろして、あそこがアパルトマンの丘だよって、あなたはパリに憧れて。いつも二人は窓に腰を